まいりました。まあ、毎回ですね、波紋を呼ぶこのドリーム番付ですけれども、今回もですね、きな臭い匂いがプンプンしてまいりました。はい、さあ遠慮なくですね、火花を散らしていただきたいと思いますけれども、はい、主役はもちろんドリームの皆さんでございます。イエーイ、よっしゃー、オッケー。いやちょっと最近暑くなってまいりました。あっ、あららら、らすげえ、かなちゃん誰、うわ誰かしら、これちょっと待ってください、何これ、あ、いやいや、やめて、あららら、重っこい、やだやだ、気持ち悪い、なんか言ってる、口だけ笑ってるって感じですよね、これ目笑ってないですね、まだ分かんな、笑い方が分かんなかったですね、きっと今もう笑い方はもう完璧に極めて、ね、ちょっと壊れてみてください。もういいんです、もう3、2、1、はい、もうやだ、もうやだ。さあ、それではですね、参りたいと思いますけれども、今回はドリームイメージランキングというのをやりたいと思います。イメージランキング、そうですそうです、名付けてドリームイメージランキング、そのままや。ドリームイメージランキング、テーマに沿ってメンバーが本音で自分たち7人のランキングを決定。しくり OK、 暴露大歓迎、タブーなしの壮絶な女のバトルが始まる。最も本音を、まあ、明かしてくれた方にはですね、まあ、ぶっちゃけ大賞を差し上げようかと思っております。いいよ、関係ない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 、これは先輩後輩なし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 、グレーゴリのためだね、あくまでも、はい、最初のテーマはこちらでございます。じゃじゃビオーラを感じるメンバー、ランキングを作ったのは高本彩。まずね、彩ちゃんは自分をどこにランキングしたのか見てみたいと思いますけど、これも言っちゃっていいのかね、彩も言っちゃってください、いきますよ、うん、はい、彩そんなもん芸人魂もモエモエやん、芸人がなんドリームするの。来た来たよ、芸人魂燃えてますということなんですけどね、はい、じゃあカメラ目線で一つその燃えてるポーズっていうのをやってもらいましょう。いいですか、 3,2,1 うわ、なんかちょっと芸人言ったのにめちゃめちゃグラビア系よ、吐き違えてます。第2位ですね、はい、第2位は誰ですか、えぇー、あやの仲間や、ほら、あいも芸人どうもし燃えてるからあのね、皆さんちょっと待ってよ、芸人魂ある人ない人じゃねんね、これオーラを感じるメンバーそういう理由っていうのは何でしょう、理由はやっぱり、何でもやる、あの昔懐かしいね、はい、アミちゃんがやっていただいた宇宙人っていうのありましたね、はい、やりますか、はい、お願いします、モザイク絶対使っちゃダメですよ、やります前のあれ、あれ見たらモザイクだってて、あれやった意味ないやんっていきます、いってください、3、2、1、ちょっと待って、もう興奮して顔真っ赤になってる、はい、じゃあ3、2、1かけてください、3、2、1、9 最低また3位、また3位だよ、やっぱりドリームの中では目力もうバンバンバンですね、うん、目力もうパツン、あ、今日私の部屋来て服を脱ぐから、いや、ゆうちゃんの部屋目力とやらをこうちょっとカメラ目線でやってもらっていいですか、あ、見とこう、もうキャラ変わってきたな、3、2、1、いやー、いやー、
いやー、素晴らしい。じゃあ第4位、次のランキングいってみましょう。はい、4位は、はい、宝が、最高だ。なんかちょっと4位って微妙だよね。やっぱりかなちゃんは渋谷とかやっぱり原宿とか歩いてたら、うん、絶対見られるんですよね。じゃ あのそれどんな風にバレてるっていうのをちょっとこう実践もう歩いてたら、はい、歩いてたらかなちゃん、はい、前にお願いします。なんで普通ですよ、はい、せーの、せーの、あ、かなちゃん、ほらこれ、ほら、うん、そうやんな。違うよ、ちょっと待って。さあ続いていきましょう、はい、オーラを感じるメンバーランキング、うん、第5位はデロラシーン、アベリエ。すげえ、ホッとしてる、嬉しい。でもね、エリエはやっぱり普通に可愛いし、マダムチック、ちょっとマダムチック、トークがあってもずっと黙ってるもん、こうやって。あー、クールなんですね。そう、クールなオーラ、可愛いんだけどなおかつクールというところがこうオーラを感じると。残るはあと2人ですからね、どこに入るかということです。静香ちゃんとさやかは絶対に変顔とか面白いこととか絶対にしないんですよ。そうだから、なんであやたちここからしてるじゃないですか。特にこれなんかね、してるしてる、たまにたまにあれしーひんな、オーラを感じるメンバーというのですね、はい、明日のスターを夢見るアーティストの卵たち、おーおー、ね、おー、はい、この方たちにちょっとアンケート取らせていただきました。第1位はジャーン、なんか遠くなんですよ。その理由はというとですね、なんか黒いオーラが出てると。黒い、腹黒いんですよ。第2位はこちらでございます。ジャーン、オーラはオーラでも変なオーラが出てる。ジャビーン、ないかもしれない。いやいや、3位よこれ。いいじゃん、うちなんかいっちゃんいいかもしれんな、真ん中で、真ん中あたりぐらいですよ。はい、ひがちゃん、さあ続けていきたいと思います。さやかはね、かわいいっていうのが一つあって、もう一つは色っぽい。あ、色っぽい、色っぽい。あやはですね、はい、まあ自分でも言ってましたけど、トークが上手。おわ、トークが上手、褒められてるじゃないですか。褒められてますよ、あとね、笑顔がいいということなんですけど、はい、でもなぜか最下位ですね。届かない。この後、長谷部優が武闘派宣言。電光石火のかかと落としが炸裂。ドヒー、メンバーが本音で自分たち7人のランキングを決定。ドリームイメージランキング、デートで自分のお財布を出さなそうなメンバー、ランキングを作ったのは阿部エリエ。エリエちゃん、自分をどこに置いたか。はい、はい、ちょっと正直やん、うん、本当はもっと下に入れようと思ったんですけど、ちょっとブーイングとか来たら怖いかなって。あ、狙いな、逃げた、逃げた、真ん中に入れました。それ言うとあかんわ、それ言わんかったらよかったのに。じゃあまずはですね、第4位からいってみたいと思います。頭が際どい、頭が際どい、いきます。はい、じゃじゃらーん、あや、あや、あやもないってことやな。じゃあもう4位、そうだね、そうだね。5位はじゃーん、あー、静かにね、これ
それは理由としては、無言っていうことなんですけども、これは何ですか、うん、これもうちと一緒で、シャイだから、黙ってこう、もじもじするもじもじイメージがあるじゃん。これは、アミはね、意外にしっかりしとるから、いつも、アミ当たるよとか、意外に言うよな、言う。さあ、一番財布の紐が緩いと言われている方はこの方です。いきます。じゃーん。わー、やばい。はい、マナ。そうだ、マナちゃんは、悪い男に騙されるから。マナちゃんは好きになったらもう何十万でも出しそうなイメージ。だって友達の何万もするプレゼントとか、そういうのだって誕生日とか。まあ、上位2人というのはですね、一番ケチっていうことになるわけですね。この2人です。じゃらーん。そして1位は1位は2位、はい、1位。じゃーん。それには理由があって、はい、理由があります。ケチじゃなくて、かわいい、かわいいから男が僕払いますみたいな。カナちゃんは、ゆうちゃんは強そうだって書いてありますよ。だってお前、ね、ちょっと待って、どんだけ、ちょっと待って。オーラがあるから、男が下手に出て、僕払いますよっていうなるんですよ、そういう風に。なるほどね。でもあの噂で聞きましたけど、なんかプロレスが大好きだということで。え、知らんかったよ。知らなかった。2年も一緒にやってて。でも大好き。大好きだよね。女子プロ大好き。女子プロ。あ、知ってるわ、知ってる。生まれ変わったら女子プロ選手になりたい。あ、そう。怖い。マッサージめっちゃ痛いって言う。痛い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 。何、プロレスの何が好きなの？女の本性出しまくりみたいな。あー。なんかこう髪引っ張ってガーッ。そう。声とかこの野郎みたいな。やった人ね。大好き。あ、そう。とか大好き。かかと落とし。あ、やったりする、自分で。だって一時期自分で練習して。そうそう、ちょっとやってみて、やってみて。え、ちょっと今日私どうした。ハズリ言うの、かかと落とし披露していただきましょう。ちょっと届かないな、ちょっとこれ。ここら辺だったの。はい、怖い。当たりそう。あー、当たりそう。あー、当たりそう。あー。バディアロボーイメイクビッグ。あぶねかすった今。飛んですよ。俺風感じたもん今。前髪がふーって言いましたもん。今ちょっとあれですよ、控えめですよ。控えめなんだ。もっとできる。見に行ったりとかしたことある？します。もうめっちゃ応援しますよ。本当？本当、前の方でこうテープ投げて、うわーみたいな、頑張れっつって、もう椅子とか飛んでくる、もう大興奮。椅子飛んでくんの？大根もうたまんない。やばい。ゆうちゃんから変わってしまう。みたい。ドリームイメージ調査ランキング集計結果っていうのをちょっと見てみたいと思いますけれども、はい、Amex の社員の方々に聞いたところ、ランキングが出ました。ちょっと近い。待って、はい、じゃあビーン。ちょっと待って、それ喜んでくれ。じゃあビーン。じゃあ、しずかちゃん。おー、いい人。いい人。はい。なれちゃん。おっかやん。ギリギリテールやん。真ん中。まあまあ、いい。ゆうちゃん、まだ出てきてませんね。またですね。どうなんですかね。ねえ。最後も出てないね。でも、あの、思えば、こうなんか、なんだろう。男の人がちゃんと見てくれてるってことですよね。またいい方に考えて。トップの2人を見てみましょう。じゃーん。ごめんなさい、一緒なんですよ。どうしたの？まずはね、タクシーで信号待ちしても料金が上がるのが納得いかないと言っていたから。あー、短くない？それめっちゃ近いよ。誰も。あとはね、払ってくれなかったら怒って帰りそう。メンバーが本音で自分たち7人のランキングを決定。ドリームイメージランキング。続いて
ては絵心がありそうなメンバー。ランキング発表の前に街の声から。これは秋葉原を活動の拠点とする方々なんですけれども、はい、まあマニアの方ですね。やべとか。続きましてはですね、これが一番絵心がないってことになりますけれども、さあどういう順位になってるか見てみたいと思います。じゃべー。写真は好きだが絵はダメそう。あ、知ってるやんその人。写真好き？写真めっちゃ好きなんです。写真撮ってる今。めっちゃ撮ってる。アミのこと撮ってくれるんです。めっちゃ面白く。アミのこと。そう。その西田静香が作った絵心がありそうなメンバーランキング。まず自分をどこに置いたか見てみたいと思います。はい、じゃーん。はい、そうですか。さあ続きましては4位の方行ってみたいと思います。はい、せーの、じゃーん。はい、真ん中や。第3位の方行ってみたいと思います。はい、じゃーん。かなちゃん。はい、これがね、人の似顔絵が下手くそって書いてある。え、ちょっと待って、なんで。でも絵心あるんだ、はあります。でも人の絵を描くと本当に気持ち悪い。はい、じゃーん、アミちゃん。アミ、ね、ドリームの中で2番目にうまいと思う、うん、はい、第1位いってみたいと思います。1位はもちろん、はい、あ、いやー、これは納得。これはもちろん、いや、 やっぱり解放とかの表紙とかもすごく描くし、はい、うん、メンバーの絵とかもうまいし、似顔絵とか、うん、全部うまい。最低の2人見てみたいと思います。はい、はい、ジャビーン。ジャビーン。知っての通り断トツ1位でしょう。みんなもそう思います？うん、あ、なるほどね。異論が出なかった絵心ランキング、果たして実際は？そこでお絵かきで腕比べ。お題はパンダ。ではでは皆さん、ちょっと見せていただきたいと思いますけど、まずは、かなちゃんからお願いします。せーの、じゃーん。ダメさん、気持ち悪い。ダメさん、普通のおじさんですよこれ。ちゃんとよく見たら時間かければもっとうまく描けるんですね。本当かいな。っていうか、なんでここは黒くて白くて黒くて白いの？静香ちゃん、見せてください。静香ちょっと失敗しちゃったんですけど。じゃーん。うまい。かわいい。かわいい。かわいい。まあ、かわいいパンダじゃないですか。はい。やった。よかった。さあ、続きましては、アミちゃん行ってみましょう。アミちょっと間違えたんですけど。あら。はい。おーい。違う違う。なんか人間っぽい口描いちゃって、もうどうせな鼻も目も描いたら思って。あれ、ちょっと間違っちゃいました。あららら、ね、あ、まあ可愛いパンダですよね。可愛いは可愛いけど、これかなちゃん、うん、あー似てますね。コツ掴んでますよ。掴んでますね。パンダ、パンダ目がキラキラ輝いておりますね。だって写真で見たら、本当は目ん玉あるんですよ。目ん玉ありますよ。目ん玉。でもなんかグラサンしてるみたいな感じですよね。じゃん。おお。うまい。ちょっと待って。見て見て見て。うまい。超うまい。うまい。めちゃめちゃうまい。ちょっと嬉しいよね。すごい。成功よ。一番似てるやん。絵心がないと言われているゆうちゃん、パンダの絵見せていただきましょう。せーの、ジャベーン。チーターになってるやん。呆れて物が言えないですね。口の中までしましまあるかな。気持ち悪い。だってパンダってもっと白黒なんか関係なかったでしたっけ。ないない。もうやだ。やっぱね、ここでちょっと絵心ないキングを決めなきゃいけないと思いますけれども、はあ、やっぱりちょっとごめんなさい、ゆうちゃんですよやっぱり。何、ちょっと待って、だってパンダじゃないもんそれ。違う、だってパンダやん。爪で歩いてんねん、爪。絶対痛い。ぶ
上げ大賞の発表に参りたいと思います。あ、重い。わあ。じゃじゃーん。ヘルスメーター。欲しい欲しい欲しい。対象はですね、この方です。目力女子プロレス眉毛力いろいろあったゆえちゃんに決定。ドリーム番付でした。絶対ない。絶対ないぶっちゃけた。確かに。